はい、どうも、こちらフェイ君です。ということで今日はですね、先日捕まえてきました日本トゲの飼育スペースを作っていこうと思います。はい、こちらですね、ちょっとなんかもう汚れちゃってるんですけど、この子の飼育環境を作っていこうと思います。まあ先日って言ったんですけど、捕まえてきたその日にやっております。はい、ということで早速作っていくわけなんですけども、前回のですねことがあったので、僕は反省しております。はい、すごくもう深く反省しておりまして、まあ、反省すればねどうにかなることではないんですけども、めちゃくちゃ調べました。はい、ということで僕はこちらをご用意しました。はいはい、だから俺映るくね、俺がここに座ってもバレるやん、この黒いので。まあ顔映ってないからいいでしょう。はい、これです。これ、水槽です。うん、なんかね、昔金魚とかを家で飼ってた頃の水槽なんで、何かける何とかっていうのはまあ測ればわかるんですけど、まあ一匹飼育するのにはまあこれぐらい大きさあれば大丈夫だろうと思ったので、はい、これを使っております。はい、まあ、生地を見た感じもねこんな感じの大きさだったんで、まあ水槽もね、そのなんか何ミリとかの単位で変わるもんないと思うんで、まあせいぜい変わっても1センチとか、まあ、10センチとかの単位だと思うんで、多分これぐらいの大きさだったんでね、その写真を見た感じこの大きさの水槽がちょうど家にあったんで、これを使おうと思います。はい、でですね、前回やった時はですね、この床材としてですね敷いたものがおがくずだったんですけど、今回はですねもう反省して、もう僕はね進化したので、今回はこちら、はいはい、カブトムシ用のマットです。はい、こちらを使おうと思います。なんでねこれをカブトムシのマットにするかっていうと、もうそう書いてあったからですね。はい、腐葉土がいいよって。でそのやっぱこの子たちも、僕はねこれ飼育してて思ったことなんですけど、すごく潜るんですよ、土の中に。なんでこういう腐葉土がやっぱりいいかなと思ったんで、はい、これを使います。で結構厚めにね敷いた方がいいらしいんで、厚めにできるだけ敷いていこうと思います。はい、それではまず最初に、ね、もう腐葉土を早速引いていきますよ。はい、そしたらじゃあこの角度で今日はちょっとお届けしていこうかなと思います。映りそうで怖いな、自分が。はい、じゃあこの腐葉土をね、はい、ザザザザザーっと入れます。もう全部入れました。多分これ 1.5 リットルくらいですね。あ、5リットルでした、全然違いました。5リットルですね、5リットルです。こうかな、まあいいや。うわ、腐葉土独特の匂いがする。でもこうね、このマットのやつは効かないんで、入って。そしたら、あ、手袋つけるべきだな、こういうのは。うん。はい、そしたら土入れたんで、土を、いい感じに混ぜまーす。混ぜるっていうか、ほぐすっていうか。はい。OK です。今回ですね、こういうものを用意しました。はい。石です。石。これはですね、トカゲちゃんが、まだ名前決まってないんであれなんですけど、トカゲちゃんが、ここでね、日向ぼっこして、できるように買いました。なんで、これをですね、こいつを、まあ、置きます。適当に。こうかな。うん、こうかな。まあ、置こうかな。うん、そしたら、次はね、この直射日光に当たり続けるとね、やっぱね、トカゲちゃんに良くないらしいんで、次はですね、まあ、隠れが、はい、隠れが、ツボです。ツボみたいな。この、まず穴が開いた、こいつを置きます。こうっすよ。もう、全部画面から見にくいところに置くやん。あ、で、こうするか。こうして、こうっす。はい。こうっす。はい。そしたら次ね、次は水皿。水をね、飲んだりするんで、トカゲちゃんはね。トカゲちゃんはすごい水を飲むんで、水皿を置く場所をね、作るんですけど、水皿はこれ。まあ、本当はね、市販のやつを買おうと思ったんですけど、まだ届いてないんで、とりあえずこれで代用します。これは、100均の、なんかなんかの蓋です。はい。この辺もちゃんとチェックしました。全然鋭利な感じないんで、全然大丈夫です。で、溺れる心配があると思うんで、あんまりこう、タプタプにね、入れすぎにはしないようにします。で、こちらはね、まあ、これはちょっと見えにくいと思うんですけども、この画面の端の方に。あ、でも、僕思ったんですけど、今ここに、日、なんて言うんだろう。ここに、日光浴用の岩があるんで、ここに、こっち側に置くと、
あの、これベランダにね、今、このね、飼育ケース、まあ、水槽をベランダに置こうと思ってるんですよ。で、これをベランダに、ね、置くときに、ここ半分、半分で、こっからこっち、とその日光浴の岩がある側が、外、そう、日がよく当たる側に置いて、こっち側が日があんまり当たらない日陰にね、なるように置こうと思ってるんですよ。なんで、こっからこっちに多分この水皿を入れてしまうと、多分水皿のね、この水が温まってしまって、美味しくなくなると思うんですよ。やっぱ水皿ね、やっぱ冷えてる水の方が美味しいじゃないですか。なんで、まあ水皿は、こっち側に置こうと思います。で、あんまりこう埋め込むっていうよりは、浮いてる感じでいいのかな。でも埋め込んだ方が多分飲みやすいよね。だから埋め込む感じでいこうかな。うん、こう、閉じってこう埋め込む感じで、こうやってね、埋め込む感じでいこうか。はい。中に土が入るのはすごい気になるけど、まあ大丈夫でしょう。そしたらまあ、その、お得な霧吹きをします。霧吹きですよ。これ結構ね、なんか、大事ですよ、多分。でも、なんか僕が見た飼育者、まあ5人ぐらいいたんですけど、5人ともね、こう霧吹きをする作業をやってたんで、はい。多分、霧吹きは、していいと思います。で、まあこのね、餌皿に、水を入れるんですけど、水が入らないんで、もうこれ、こうやって開けてね、開けて、もうこれをね、ポッポッポって。はい、こんな感じで。まあ、溺れちゃうかもしれないね。あんまこう、入れすぎないようにはするんですけど、入れすぎないように、でも水切れはしたらいけないんで、この、なんかね、トカゲって、僕これ調べたんですけど、めちゃくちゃ水飲むらしいんですよ。はい。なんで、水はこうたくさんあった方がいいらしいんで、ちゃんと入れて、たくさん入れておきます。はい。そしたらもうこれで完成ですね。もうなんかグリーンとかないんですけど、あ、まあグリーンはフェイクグリーンとちょっと入れるか。はい。そしたらじゃあこちら、はい、前回も使ってるね、僕が愛用してる100均のフェイクグリーン、まあ入れる意味はほとんどないです。ほとんどない。うん、見栄えを良くするためといった感じなんで、これはまあこうやって散らしてね、こんな感じで、はい、ということで完成しました。こんな感じです。ということで、じゃあここにね、早速トカゲを入れていこうと思います。はい、じゃあこの子を入れていこうと思います。なんかさっきまで走り回ったんだけど、走り回んなくなったね。かわいいですね。ほら、いけ。できたぞ。ほら、これが君の新しいお家だ。やっぱ日本トカゲって可愛いっすよね。あ、早速石の裏に隠れようとしてるね。カメラに映す気ないのかな。はい、ということで本日はトカゲの新しいお家作りをやってみました。葉っぱの後ろにね、可愛い。ということでね、今回からまたこういう風にして新しい水槽を立ち上げてやっていきます。もうね、妙と同じミスは、過ちは繰り返さないように頑張っていきます。それではね、よかったらチャンネル登録と高評価、ツイートのフォローの方もよろしくお願いします。それでは、今日はこの辺で終わっていきます。お疲れ様。バイバイ。